はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タッポンです。タッポンが実況するディスオーナード2第8回目、続きの方をね、プレイしていきたいと思います。前回からクロックワークマンション、第4章目でいいのかな。ソコロフを探しにね、こちらアベンダ地区までやってきました。道中、電車にね、乗ったりとか、なんか謎の能力を使うね、なんかギャングみたいなやつを戦ったりとかね、してたんですけども、今回は、クロックワークの屋敷に行くまでの、なんか光の壁だかセキュリティがね、閉まってるみたいなので、それを開けに行くという、ミッションなんですけども、目の前に確か、敵がいたような気がするので、うまいこと、ストレスしながら戦っていこうかなと思います。よし、なるべくルーンはね、回収していく方向でいきたいですね。はい、やってまいりました。とりあえず心臓を装備して、ボーンチャーム、ルーンが87メートル先にある。なるほどね。とりあえずファーリーチにしようかな。で、目標がクロックワークマンションにたどり着く。ははは。これ何しなくちゃいけないんだっけ。まあ、この辺はね、結構、頭いい焼き。チーズ欲しいね。チーズ欲しいですよ。ルーム2つ持ってますね。ははは。バイタリティ。どれだっけ？これ欲しいんだよね、ドッペルゲンガー。うわぁ、ちょっとこの量は相手にするのは厳しくないかい？機動線路内の門の番号を見つける。ははは。まあ、あそこに行く必要はないです。怖い。ボンチャーム上にあるね。危ない。早速気づかれそうだ。シャドウウォーク。よいしょ。町の歴史上一番の出来事だ。将兵を衰退されたら多人地区を一掃して。どうかな。ネズミの疫病が流行した時のゴールボーイの方が素晴らしかった気がする。時代は変わるんだ。考察が楽しながら来年の今頃には気候兵の軍団ができているはずだ。へえ。どうしよう。ボンちゃん。ルーンが？ボンちゃんもそこだね。バーリーチにして。クロスボウ。ショイボルト。そう、トイレに行きたい。怖いよー。カルナカの町に機械はいらない。一人いるね。二人いる。二人か。クロスボウで行くか。二人いるんだよね。一人動かないかな。ひどい足だったね。あれは硬い顎のハグフィッシュじゃなかった。ディバークラストだね。よし。梨のソーダには目がないんだ。
波動キルはありがたいですね。死体がね、いらない。字が読めるか。おい、光の壁が稼働してないぞ。光の壁。まで向こうを調べてくる。まずい。ボンちゃんまでこれ。広めね。さあ結婚してくれよ。怖い怖い。もう3ヶ月も船の上。慎重に行こう。結構高いな。移動願いが受け入れられることを祈るよ。何としても他の地域に行かないと。ここ上か。はあ、おお、ライフエリクサーゲット。ピストルの弾。あとは何かあるかな。ここは何、教室だね。教室だ。鍵の番号を手に入れなくちゃいけないんだよね。ピストル。すいませんね、お休みのとこ。申し訳ないっす。門の新しい番号、857。857。あっさり見つかったな。よしよし、857。857だよ。覚えておこう。一つ取ったのがなんだ。あ、クロスボウ増加か、ダメージ増加。これはちょっと使いたいですね。マナリクサー、これはちょっと欲しいね。ブラッドフライヤー、ネズミを倒す、ライフが回復する。はは、リバイアさん。水中にいる間。これかな。よし。で、門の制御、その下。OK。じゃあ、下行こう。今度はなんだ？誰か稲妻の音でも聞いたのか？ほんと。みんな小さいことに怯えすぎなんだ。おかしいな。何か悪い予感がする。これが片付いたら酒を飲もう。怖い。いない？この下だな。すごいタイプライターの音がしてるけど。はーい、目の前にいるね。どうしようか。シャドウウォーク。さささささ。よし。門の制御。制御盤。これか。8。5。7。OK。OK。乗る。よし。クロックワークマンションへ行く。
もうサクサクいっちゃいますよ。まあルーンはルーン回収できするの忘れたな。そういえば回収しに戻れんのかな。ちょ戻る、回収したいな。戻れんのかな。あ戻れそう。ルーン回収しに行きたいな。いやちょっと待って、ルーンの場所側にもよるな。間違えちゃった。あーでもルーンそっちか、取り行くか、せっかくだし。うん、ルーン取り行こう。これでいいのかな。よいしょ。はいはいはい。でここに来たと。でルーンが墜落のボーンチャーム、ルーンがどこにあるんだろうな。向こう側にあるんだ、あるのかな。そういうことか。あれを排除していくのは大変だな。内側に抜けれればまた別なんですけどね。どうする、あの人数がいるのは聞いてないぞ。あーやっぱ向こうだな。あ上に上がって車道も、シャドウウォーク。シャドウウォーク。よいしょ。で。クリアリングしていこう。あーその上に行きたいんだよね。何か見えた気がする。あべだが何かはわからない。いいことかもしれない。例えばビーフシチューが夕食に出るとか。こっちに出てもあんまり意味がないな。なるほどね。しょうがない、ルーム諦めるか。あんなところに無理くり取り行ってもあんまり意味なさそうだしな。こっちから出れたら話は別だけどな。窓枠ついてんだよね。パウディの家で一晩過ごした。一晩だけだ。ああ、なるほどね。光の壁を回避する方法もあるみたいだね。おいよ。やばい。動くな。戻ってこい。お前にぴったりのものが。逃げられない。やめろやめろ。遠くへは行かせない。賞金を稼ぐ。そこを動くな。たた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 た。お前は包囲された。女は逃げられない。なんだ。さらばだ。くらえ、この人生はここで終わりだ。さらばだ。開けた瞬間いたわ。はい、着きましたと。いやーびっくりしたぜ。開けたらいるんだからな。それびっくりするわ。この下なんかありそうだな。あーん
これさ、その下を渡れんじゃねえのか。ちょっと行ってみるか。これさ、だってさ、ファーリーチで飛べるんじゃないの。下大丈夫？落ちるとかっていう。あっはあ、まあそんなことはないですよね、そりゃそんなことはないですよね、そりゃそりゃそうですわ、そりゃそうだわ。いやー、まあ、多分生き方もあるんだろうねファーリーチはそうなんだよね。決してまっすぐ飛ぶわけじゃないから、ちょっと下に下がるんだよね。どっからだろう。あ、こっからだ。よかったよかった。よいしょ。あー、悪い夢を見ていたようだ。多分、5分前ぐらいの話だろうね。ねー、よし。まあでもとりあえず目的地の場所には着いたので、まあこの距離だったらスキップする必要もないな。よし、着いたぞー。よし、陣土師の屋敷、またなんかいるんじゃないですか。ファーリーチにしよう。あー、ファーリーチ、あー、これでいいや。ボーンチャームは、あ、オッケー、着いたな。着いた。屋敷は奇妙だけど美しい。でもこういう場所はいつかは廃墟になる。俺の予想と全然違ったな。もうちょっと警備が。あ、クロックタワーマンションへ入る。入りましょう。じゃあガチャ、セーブ中。ははは、クロックワークマンション、アントン・ソコルフがサーコンス公爵の大発明家にしよう。はははん、そうなんですよね。ソコロフを見つけなくちゃいけないのと、キリン・ジンドッシュっていう、なんかすごい発明家の方がいるらしいんですけど、その方をどうやら、見つけなくちゃいけないということで、なるほどですね。まあ、途中のところまで進めていけばいいかなっていう感じかな。はいはいはい。気候兵。気候兵を破壊してもカオスは増えない。まあそりゃそうでしょう。ははは。そうですね。基本的にディスオーナーシリーズはね、いろんな、物語の解決方法がありますから。報いを受ける時を陣土師。ソコロフは必ず取り返す。ははは、ついたね。中立地域、研究室、よく、お、中立地域だからね、別に何かがあるよな。人がいないしね。あれ、でも行き止まりだな。馬やなあれ、上どうやって行くんだ。あは、吹き抜けだね。吹き抜け、あは、あは、これがデリラをどん底まで引きずり下ろすところを見たいものね。なんかいろいろ調べられるな。あー、なんだこれは。おお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 、誰がこんなものを。なんだ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 。あー、誰かが我が家のからくりを起動したようだな。お、ジンドッシュ、すでに開かれている。一般的な像の持ち主がこの可動式の部屋をどう乗り
味がキリンジンロッシュだ。もちろん言わなくても知っているだろう。おう、続きができるよう君を招待しよう。階段を登るんだ。私は上階のホールで待たせてもらう。ルーン、ルーンと、ルーンはその先、ルーンがある。ルーンも欲しいぞ。何よ、あいつと戦わなくちゃいけないの？聞こえるか、客人よ。なんだい？聞こえてるけど、もう嫌な予感しかしないね。これも壊せばいいんじゃないの？この機械は低い速度で動いている。はあ。発見を登録するための映像だ。はあ。ここなら特等席から君を見られると思ったんだが。なんだ？この映像によると不確かなものを検出したようだ。今のうちに探索しよう。礼儀を尽くせ。自己紹介はどうした？誰が自己紹介なのか。でもいいぞ、あともう少しだ。ギャラリーに来れば君に会える。ようやくだ。こちらに来い。なんだ？君は今私の最新傑作の集合。飛行そこか。素晴らしい。開けたぞ。な、あれか。今なら姿が見える。誰かわかったぞ。はははは。雇われた暗殺者じゃない。服が立派すぎる。おーおーおー。スリルを求める貴族か。その方が近いな。すげえ。武器の扱いを学んでるな。表ではなく裏の香りがするものをね。こいつがキリンジンロッシュか。それに父親である王室護衛官と同じ目をしている。ようこそエミリー・カルドウィン女王。見事ね、ジンロッシュ。それならば私が来た理由を知っているはず。私と公爵との関わりに気づいてここまで来た。もしくは評価室で気楽な暮らしを送っているアントン・ソコロフを探しているのかもしれない。お見通しじゃねえか。いずれにせよ私を探しに来た。そして探し物を手に入れようとしているな。失敗したらその体を研究室に運んで解放して調べさせてもらおう。結果が出るまで君の秘密は伏せておこう。また会おう、ジンドッシュ。それでは。ははジンドッシュ。なになになに。ちょっと、ちょそんなそんな、どうするどうするどうする。これやっていいのかい。これはあー痛い痛い痛い。そんなピストルがあれば余裕だろ。ほれほっ、ほれ。何が機械じゃん。ほれ、おう、おう。これどうすれば倒せるんだ。硬くねえか。あいて、あぶね。あいて、いて、いて。お、よしよしよし。爆発すんのか。しねえのか。ほれ。いて、あぶねえ。え、ちょっと待って。痛い。どうする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 。ショイボルトとか効いちゃうのかな。ほら、機械だったら燃えたら大丈夫だろ。あー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 、押せ。え、ちょっと、なんだなんだ。おお、ガーッ、ビリビリしたー。チクシュー。ルーン、ちょっと待って、ルーンがどっかにある。この先か。ほほほ。
騒ぎが起これば。あー、そういうこと？見えないけど聞こえるわ。いてててい、いてて、おー、ちょっと待って、あれは何だったんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、あ、あ、シュン、やばい、囲まれる、動いて、機械に任せて、準備はいいか、ほっ、さらばだ。ちょっと待って、ルーン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 はどこだ？待合室の鍵が必要。待合室の鍵。待合室の鍵。あー、逃げるしかないのか。これ逃げるしかないのか。ライブリークさんを拾って。おいし。ギリ連れて。あ、痛い痛い。お前は包囲された。ちょっと待って、ちょっとこれはどうする。やばい、グリー。どうやって倒すのかな。あー、どっからかな。あれはどうやって倒せばいいんだい。あんなんが今後出てきたらひとたまりもないね。倒し方があるはずなんだよな。ちょっともう一回やりたいと思います。こっか。気候兵、侵入者がいるぞ。ちょっと気候兵の倒し方を知りたいので、ちょっとここでやり合います。あ、ピストル、あのさ、後ろ、いてて、後ろか、もしくは頭のような気がするんだけど、あー違う。いちいち、ピストルの弾何発打ち込めばいいのかな。これおおお、あ、頭をやると、なるほど。あ、叩け叩け、おおお、倒したか。ここ俺、何、強え、あー強え、あ、後者ナンバープレート、どうにか生き延びたわね。なんだナンバープレート、倒せたな。じゃちょっとキリがいいんで、ここまでしたいとこだが、セーブポイント入ってくんねえから、とりあえず押そうか。ある程度は豪華で壮観な場所にしたつもりだ。だがもちろんそれだけじゃない。この場所には広角の全てが詰まっている。なんだと。ああ、いるいるいる、動いてる。ちくしょう、どうすればいいんだ。一体いるな、バレずにいけるものなのか。後ろから、いや、ダメだ、ダメだ、
ダメだダメダメダメ。さあ来い。ああ、映像によれば武装した若い女性。ほっほっ、なてっち、えてっちょっ、頭を痛て。あ、背中が弱点か。いって、たまねえやピストルの。どうするか。結構きついぞ。なんか調べよう、アイテムが。あー、ライフエリクサー、ありがたいっす。ありがてえなー。よし、ここクリアだな。いって、結構な高さから落ちるとダメなのね。よし、装備して、ボーンチャームが3つ、ルーンが1つ。ルーンを回収したい。セーブ中、お、セーブが入りましたね。じゃあセーブが、はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回はですね、ここまでにしようかなと思います。次回ですね、このキリン人土師を始末する別の方法を見つけて、七死で終われるようにやっていきたいなと思います。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。